逃げろ、ピート。兄ちゃん、待ってくれよ。こら、うちのパンを盗むんじゃないよ。またあいつらだわ。今度はパンに毒でも入れておこうかしら。兄ちゃん、危なかったな。あんなの朝飯前さ。当たり前だよ、朝ごはんなんだから朝飯前に取らなくちゃね。バーカ。さあ早く配ってやろうぜ。腹減らしてるだろうからな。うん、でもネズミ嫌だな。そりゃあみんな用水路の奥で生活しているんだ。ネズミの一匹や二匹いるさ。しかもこんな焼きたてのパンを持ってるんだぜ。ネズミじゃなくても欲しがるってもんだ。襲われちゃったらどうしよう。ネズミぐらいでビビるなよな、ビート。この前だって俺がやっつけてやっただろ。うん。それにちゃんと家に住んでるような恵まれてるやつにはパンを配る必要はないだろ。